はい、皆さんこんにちは。テリオン TV へようこそいらっしゃいませ。ということで、可愛い女の子と一緒にダンジョンに潜ってみた。はい、ということでですね、第2回始めていきましょう。ではですね、黒十字の宿でセーブしたところから終わっておりまして、で今回ですね、キャラクターをですね、また複数作らせていただきまして、募集させていただきまして、でですね、その聞きかじりのなんとかっていうね、まあアイテムがあるとですね、戦闘に参加してないパーティーにも経験値が入るということで、今回キャラクターを作らせていただきました。ではそのキャラクターですね、紹介させていただきましょう。ではまずギルドに行きまして、こちらですね、メンバー、パーティー編成ですね、させていただきます。でレベル2のパーティーが今まで私たちのパーティーにいたメンバーになっております。なので新しく登録されたメンバーですね、追加していきましょう。ミコさん、シュゴコちゃん、デモミちゃん、ユミッコちゃん、ミラージュちゃんですね。まずこの5人を紹介させていただきます。はい、ということでですね、まずステータス見ていきましょう。まずミコさんですね。ミコさん、ディバインと職業ですが、これはですね、召喚師なんですよね。まあ召喚師といえばこれ絶対にあの人ですね、あの人をイメージしたキャラクターだと思いますが、 FF10 のユーナですね。ユーナっぽいキャラクターがいたので、ミコさんに選ばせていただきました。でガーディアンですね。ガーディアンさんはですね、非常にこう前線に出ていけそうなタイプのね、キャラクターがいたので、まあ、こうね、全身に鎧をまとったような人をガーディアンさんね、募集させていただきました。でデモミちゃんですね。デモミちゃんね、デーモンという職業なんですが、まあ、デーモンさんの中でもちょっとね、ちょっと内気な感じのデーモンちゃん、デモミちゃんね、募集させていただきました。でユミッコちゃんですね。ユミッコちゃんね、ハンターなんですけど、まあ武器がね、弓を持ってるんですけど、まあ、弓のキャラクターがいなかったので、まあ、ハンターっぽいね、キャラクターを他にいないかなと思って探させていただいたら、まあ、某ですね、某モンスターをね、狩るようなゲームのハンターに似てる人がいたので、受付嬢に似てる人がいたので、まあ、この方にしてみました。はい、でね、これミラージュちゃんという方ですね。ミラージュちゃんは、まあ、補助系のね、補助系のスキルを使うような方なので、まあ、ちょっとおっとりしたような感じの方を、まあ、募集させていただきましたと。はい、ということでですね、この5人を紹介させていただきまして、まあ、あとね、1人ね、ちょっとこうね、ルーンちゃんがちょっとあぶれちゃってるんで、ルーンちゃんね、ルーンちゃんを、これでいいのかな？ルーンちゃんも紹介させていただきますね。ルーンちゃんはですね、まあ、ステータス的には、まあ、大体平均値ぐらいですが、ルーンちゃんは、基本的には、まあ、ルーンナイトという職業で、まあ、どういったあの能力があるかというと、まあ、こういったようにね、まあ、魔法剣士みたいな感じかな、魔法剣士みたいな感じの能力を持ってる方になっております。はい、ということでですね、まあ、パーティーとしてはですね、まあ、このようなパーティーになってるんですが、やはりですね、前回、まあ、ダンジョンを潜らせていただいたメンバーで今回もですね、挑んでいきたいので、私と、ですね、ロードちゃんとサムライ子ちゃんと、あとは魔女子さんと僧侶さんですね、この5人でもう一回ね、行こうと思います。ではですね、今回前回行ってなかった場所ですね、武具店酒場、こちらにですね、足を運んでみようと思います。いらっしゃい。ほう、もしかしてお主らが今日新しく登録したギルドかな。長生きしとるといろいろな話が勝手に入ってくるんじゃよ。わしはファーブにいる。ここで冒険者のための装備を売っとる。まあゆっくり見ていっておくれということで、魔竜工房では装備品やアイテムの売買を行うことが可能です。売りなされる武具やアイテムは迷宮で取れる素材を商店で売却することで増えていきますと。また商店でアイテムを売却する際は持ち物を売るを選択した後に四角ボタンを使ってまとめ売りすると効率的です。そして LR ボタンを使うことでキャラを切り替えることができますということなんですが、うん、装備品の変更などをするときに利用すると良いでしょう。はい、ということでですね、まあ私ですね、ちょっとこれね、2回目の収録になってまして、前回の収録、ダンジョンに潜ったときに、音が鳴らないというバグが発生しまして、BGM が鳴らなかったので、そのままですね、キャプチャー終了してしまったところ、ゲームもね、一緒に終了しちゃったところ、セーブしてなかったので、もう一回ですね、最初からなっちゃいました。ということで、まあ、アイテムと、等ね、紹介していきますので、まあ、こういった感じですね、武器、防具等が売っておりまして、
まあ、こういった感じですね、みんなに武器防具等を渡すことが、買ってあげることができるといったようなね、まあ、武器屋さんになっております。で、防具とかもですね、まだね、基本的にみんなが持ってる基本の武器防具しか売ってないので、まあ、あとコテとかはね、まあ、買ってあげてもいいかなと、防御力が上がるのでね、こういったのもちょっと買ってあげてもいいかなと思ってるんですが、まあ、ちょっとまだ早いかなと。そのあたりはね、もっと苦戦するようになったら買おうかなと。で、アクセサリーがですね、これですね、ダットの指輪とですね、これが足が速くなる分ですね、この体力の腕は指輪っていうのが、肉体の持つ防御能力を高くする指輪ということで、非常にですね、守備力も上がりますし、バイタルですね、バイタルも上がるということで、これもね、こういうのもね、買っておくと非常に冒険が有利になるんじゃないかなと思います。で、アイテムがですね、このノルウェルの糸というのがあって、これを使用するとね、町まで戻ることができる迷宮探索に欠かせないアイテムということで、これはですね、私前回も買っていたので買わせていただきます。そしてメディカというのが HP が少し回復するアイテム、これもまあ、これ買うぐらいだったら一人誰かコテ買ってあげた方がいいかなね。25ゴールドぐらいだったもんね。靴か、まあ、コテの方が防御上がるんで、ちょっと私がコテを1個装備しましょうかはい、じゃコテを装備させていただきまして、でこの売却というのをやるとですね、素材を売ることができるので、ダンジョンでですね、前回、モンスターから仕入れた素材を売っちゃいましょう。で、換金もするので少しですね、お金も増えました。そしてファイヤーオイルの販売、フリーズオイル、ショックオイルの販売が開始して、そしてツバイハンダー、これが販売開始、ブレストプレートも販売開始、そして新緑の服も販売開始ということで、非常にですね、素材を売ると、アイテムのね、販売をされるといったようなね、非常にこう探索しがいのあるね、なんていうんですかね、設定になってて、これ面白いですよね。で、話すとファーブニューさんは、迷宮の魔物は熟練冒険者でも手を焼くようなやつばかりじゃ、だからいろいろと準備していった方が良いぞ、薬や防具なんかは特にの。ということでですね、武器のこのね、ツバイハンダーね、これも買うことはできるんですが、この素材がですね、足りないのでね、作ることができないっていう状況ですよね、これね。ほらね、素材が足りないということで、これをね、どっかでまた取ってこないといけないんですよ。で、防具解禁したやつ、これをね、買うことができるので、これはね、あってもいいかなってちょっと思ってるんですよね。で、もう一個この新緑の服ですかね、これもね、まあ、ありといえばありなんですよね。誰が装備できるのかな。あー、侍子ちゃんか。あ、でも3しか上がんないのか。魔女子、侍子ちゃん、僧侶ちゃんが装備するようなアイテムですね。まあ、まだいいかな。まあ、ちょっと私、あ、でもこうブレストプレートまだ早いかな、ちょっとこれは置いておきましょう。ということで、魔竜工房を後にさせていただきまして、では酒場に行きましょう。はい、ネフティス、はい、こちらどうぞ。もしかして初めての人かな。私はネスプティス、よろしく。君らはなんての。愉快な仲間たちね。オッケー、名声の女神邸へようこそ。冒険者ギルドが近いせいか、ここには冒険者の人がよく来るんだよね。ほら、あの人とかあの人とかあの人も、迷宮へ行くなら先輩方に話を聞いてみるのもいいかもしれないね、と。それと、あなたには張り紙があるんだけど、あれは君らみたいな冒険者に向けた依頼事を張り出しているの。よかったら引き受けてみてよ、報酬も用意するからさ。ね、ここでは仕事の依頼を受けることができます。依頼には様々なものがあり、達成することで報酬を得ることができます。メニューの依頼を受けるを選んで詳細を確認してください。なお依頼に期限はありませんが、一度引き受けるとキャンセルはできないので注意してくださいと。ということで依頼を見てみましょうか。町内からの依頼、町の台からの依頼で建材に使用するための、あっと、なんだろうこれ、コケ映えした鉱石を一つ入手してきてもらいたい。冒険の準備、ファブニルからの依頼で新しい装備を作成するために必要となる材料を集めてきてもらいたい。魔物の素材、魔物の素材集め、衣服展開の依頼で仕事に使うための材料を調達してきてほしい。まあまあ今はね、依頼はいいかなと。で、情報収集、単発の熟練冒険者、お前ら新顔だな、またってねで座れや。これから冒険に行くんだろ、ならあれだけは絶対に用意していった方がいいぜ。
迷宮から帰るための道具、ノルウェルの糸だよ。あれがないと地獄を見るぜ。この近くだとファブディの店だな。あそこに売っていたと思うから一度寄ってみるといいんじゃねえか。ということで、これはもうゲットしているので、この情報は、もう用済みでしたね。研究者風の片目がね。魔物には種類によって弱点や耐性があります。例えばグラスホッパーという魔物は火に弱く、魔術師の火炎攻撃で大きなダメージを与えることができます。魔物の情報は戦闘中にも確認できますから、しっかり弱点を見極めて戦いたいですね。これはちょっと知らなかったので貴重な情報でした。さて最後、弓の手入れをする狩人。魔物のなんだって言っても所詮は生物、体の部位を封じちまえばあとは仕留めるだけってね。腕を封じれば攻撃力が弱まるし、腕を閉じれば、足を閉じればどんな攻撃も必中だ。ただ武器でぶん殴るだけが戦いじゃねえってこと覚えといて損はねえぜ、新人さんよ。ということで、戦闘にもですね、いろんなですね、攻略の仕方があるということをしっかりと教えてもらいました。迷宮が見つかってからこの町も冒険者の人が増えたね。時にはびっくりするくらい遠くから来る人もいて、君らはどんなところから来たのかな、よければ今度地元の話でも聞かせてよ、ということで、まあ我々のパーティーに地元の話なんかさせたら多分すごい多種多様なね、経歴を持ってる方だと思いますので、なかなかね、話がね、終わらないかもしれないですね。ということでですね、またちょっと音楽のバグがあるといけないので、一旦セーブしてからね、ダンジョンに入っていこうと思います。では行きましょう。さあ今回は音がちゃんと鳴っております。では奥に進んでいきましょうかね。私ですね、他のね、コールオブデューティーの時でもお伝えしてるんですが、非常にですね、画面酔いをしやすい人で、こういったですね、ゲームにでもですね、ちょっと画面酔いをしてしまうようなタイプの人間になってます。なので基本的にはですね、これあの右上のね、ミニマップを見ながら進んでますね。これ真正面から見るとですね、こういったダンジョン系のゲームでも若干ね、若干来ちゃいますね。はい、冒険者たちの前に大きな箱がある。もちろん開けますよと。はい、ネクタルを手に入れました。ネクタルなんでしょうね、ちょっと見てみましょうか。アイテム、所持アイテムでネクタル。戦闘不能者を小 HP で蘇生する、なかなかいいアイテムじゃないでしょうか。まあ、天使の聖杯みたいな感じです。おっと来ましたね、モンスターの群れ。さあ高速拳をぶち込みましょう。でロードちゃんが攻撃して、サムライ子ちゃん、サムライ子ちゃんがですね、暗黒剣という武器が、技があったんですが、それをですね、取ってなくて、なんか幻惑の剣とかいうね、技を取っていたので、これはちょっとね、あとでスキル見直しましょう。ファイアボールはモフモフとゴートなんですが、ちょっとなんかカーソルがなんか違う気がするんですが、ゴート、一応ゴートには打ってみましょうか。メディカルロット、敵一体に近接攻撃、これも、じゃあモフモゴートに打ってみましょうか。さあテリオンの高速拳42、サムライ子ちゃんは34、テリオンは頭を封じられた。ロードちゃん19、ロードちゃんの攻撃力がちょっと微妙だな。あとソウルちゃんの魔法全然弱いな。じゃあもうアタックでいくか。カーソル記憶しちゃうからあれだね、連続でスキル使っちゃうことになるとちょっとその辺は厳しいよね。さあ前3人は2がロードちゃんがちょっと打たれ弱いか。あとヤギの大角、これはありがたいね。さてスキルでちょっとですね、僧侶ちゃんに回復してもらいましょう。ロードちゃん前線3人はちょっとね、防御力上げといた方がいいかもしれないですね。今の一撃、ここの多分雑魚キャラだと思うんですが、これでそんだけダメージ受けちゃうとね。じゃあ前にしちゃいましょう。これ1日1回できるので。おっと、探してたミッションの苔がなんと取れましたね。これはミッションの話を聞いたら取れるというようなフラグでも立ってたのでしょうか。ではアイテムをゲットしたということで、おっとモンスターの群れが現れました。さあ高速拳はゴートにぶち込みましょうか。おっとそうだ、サムライ子ちゃんやってないですね。スキルの振り分けをやってなかったですね。さあテリオンの高速拳、ゴートに37、ロードちゃん、ちょっとロードちゃんが弱いな。前線に立つにはちょっと弱い気がしますね、ロードちゃんね。スキル、攻撃スキル何か覚えてくれるないかな、ロードちゃんね。見直しが必要かな、ロードちゃんの。
キルトをね。さあではカスタムでロードちゃんのスキルを見ましょうか。あーロードちゃんは完全にこうねサポート系の人なんですよね。ちょっとロードちゃんが誉れあー自分にかかっている強化数に応じてターン終了時に自身の HP を回復すると。あでもこれがいいよね、守護者のエンジンがあるんで。まあここはちょっとで侍子ちゃんがですね、この殺戮というのを覚えると連撃というのをですね、一緒に覚えてくれるみたいで、これが武器を2つ装備してた場合が通常攻撃2回発動ということで、武器をですね2つ装備できるようになるらしいんですね、どうやらこの人はということでね、これも覚えておきましょうか。連撃、あじゃなくて、あ連撃ね。はい、いや素晴らしいですね侍子ちゃんね。では、奥進んでいきましょうか。でマップを埋めることが一応ですねミッションになっているので、まあ、しっかりねこうマップを探索して埋めていきましょう。さあこの先は未知の領域ですね。なんだこのゲイザーって。あーなるほど、こう固定の戦闘の場合と、うん、そうじゃない場合があるのかな。じゃあ幻惑のなんちゃらで撃ってみましょうか。ファイヤーボール、よいしょ。お、いいんじゃない。あっと侍子ちゃん侍子ちゃん撃たれ弱いな本当に。どうする、なんかやっぱ買ってあげないといけないね防具ね。さあ侍子ちゃん HP 回復、モフモフも倒して、よしアイテムゲット。じゃあこれなんでしょうね。あなるほどなるほど、ゲイザーは最終ポイントか。はい、熟したなんだろう、ハスの実かな、褐色の根茎でいいのかな。うん、さあ奥に進んでいきましょうか。いや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 、なかなかこう序盤にしては敵が強いなと。さあ奥行ってみましょうか。さあだだっ広い部屋に出てしまいました。ちょっと怖いですね。さあ奥に道がありますが、うんと、あグラスホッパー2体か。こいつは火に弱いって言ってましたよね。相手の能力を見るのはどうしたらいいんですかねいつでも見れるぞって言ってたんですけど、どうやって見るんでしょうね、何に弱いとかね。いまいちそこは分からないんですが、まあ攻撃していきましょう。はい、サムライコちゃん39、テリオン31。おーっとロードちゃん、ロードちゃんが非常に苦しいですね立場がね。まあ HP 回復するって言ってもね、じゃあ一応回復をねロードちゃんにかけましょう。さてグラスホッパーなんとか倒しました。うん、なかなかレベルの上がり判定も辛いですね。なかなかね、結構敵倒さないとレベル上がんないですよこれ。さてマップを埋めることが仕事ですので、じゃんじゃんマップを埋めていきましょう。お金ってさ戦闘で手に入ってる？手に入ってないよね。なかなか辛い、渋いねその辺もね。さて結構奥深くに来ちゃいましたね。ロードちゃんがな、ロードちゃんロードちゃんがちょっとクビになってしまう可能性が厳しいよねロードちゃん。ちょっとうわーっと侍子ちゃん50、序盤にしてこのダメージは痛いさてヒーリングをかける、よーし、よし次でレベルが上がりそうですね。歩くごとに HP 回復するっていうのはあるんですが、どうでしょう侍子ちゃん、これ回復するかな。回復しない。おお、ちょっと歩いたら回復一応しますね。じゃあ後列のソウルちゃんはあんま狙われないので、ソウルちゃんは自動回復でなんとか頑張ってもらいましょう。さあ道が分かれてる、深追いは禁物じゃないのか。おっと調べられるぞ。草と土の匂いが漂う迷宮で君たちは色とりどりの花が咲き誇る場所を見つけた。
複数種類の花が集まっているのだろうか。それはまるで一つの花束のように美しく輝いて見える。君たちはその花に対してどう行動するか考える必要がある。近寄って調べる、遠くから観察しましょう。何事にも警戒を忘れない君たちは少し離れた場所から草花の茂みを観察することにしました。するとその茂みの中で何かが動く気配がする危険な昆虫の群れだ。今ならば敵に気づかれず先制攻撃を仕掛けることができる。さあ恐れず戦いたまえ。おお、なるほど、こういうこともあるんですね。そして逃げることができない。グラスホッパー3体か、結構きついね。ちょっと幻惑使おうか、サムライコちゃんね。ファイアボールで、スキルメディカルロッドね。特殊防御力、まあ特殊防御関係ないからね。さあ高速拳、グラスホッパーの命中率をとりあえず下げる。サムライコちゃんでロードちゃんの攻撃、ソウルちゃんの攻撃、そしてファイアボール、いいね。とりあえず1体を落とせたぞ。ね、攻撃ができるキャラクターがなかなかね、こうね、ロードちゃん、ロードちゃんがちょっと強いぞ、サムライコ。おーいっと、さあこれであとは通常攻撃でなんとかしましょう。もう一人ね、サムライとか連れてきてもいいかもね。序盤はね、ロードちゃんは序盤からいるとそんなにでもないかもね。さあレベルが上がりました。無事魔物に勝利した君たちは武器を収め探検を続けることにすると。さあカスタムポイントが手に入りましたよ。さあ私は何に取りましょうかね。ブレイク、まだザン SP4 も余ってるんでなんかでもなんかつけないといけないですよねこれね。あ、 HP ブースト、これはいいんじゃないか。 HP ブースト1ポイント振りましょう。じゃあ高速拳もうちょっと振っとこうかな。高速拳、ちょっと待って、これ高速拳レベル3で覚えてくれると一定時間で、あ、腕封じか。竜巻拳、クラッシュソード、これはブレイクで覚えるのか。大量の重量を生かし敵を粉砕するスキル、どっちかに振れってことだよね。もうでも高速拳に振っちゃってるからねまあしょうがないよね。ダブルアタック、あ、2回の属性攻撃はできるか。まあじゃあ高速拳だね。高速拳をとりあえずレベル3まで上げましょうか。あと4まで上げちゃったか、もったいないな。まあいっか、とりあえずこれで上げて、ロードちゃん、あ、ロードちゃん SP が1しかない。そっか、レベルが1上がっても1しか上がもらえないのか。ターン終了時強化がかかっている他の味方の HP を回復するのが激励。なぜ私はこれに振ったんだこれが3もあってもしょうがなくないか。強化が付与されている味方は行動時に HP を回復。守護者のエンジンに確か振った記憶があったんですが、最大 TP が上昇する。やっぱ守護者のエンジンでしょう、振るんだったらね。はい、じゃあ守護者のエンジン振りました。ちょっとよくわからない振り方をしておりますが、連撃に振ってもしょうがないんですよね。あ、でも物理攻撃力が上昇するらしいんで、これはあってもいいんじゃないか。でオーバー、あー金エッジ、あー敵一体に武器属性攻撃ができるか。いや、これをじゃあ1個取りましょう、金エッジね。で魔女子さんは、まあ、ライトニング、ファイアボール、アイシクル、どれかを取っていった方がいいですよね。次のストーム系につなげていきたいので、なかなかこの辺の考えていくと面白いですよね。 TP ブースとか TP も大事ですよね。まあ、ファイヤーがちょっと大事になっているので最初はファイヤー行きましょうか。で僧侶ちゃんはヒーリング3にしたらラインキール、敵ヒーリング5まで上げなきゃいけないのか。ディレイヒール、奇跡の治癒、 HP を回復しようとした味方が戦闘不能だった時一定確率で復活させるなるほどね。これはなかなか。メディカルロッドね、メディカルロッドにしてしまったのはちょっと失敗だったかな交代、白色、あ、敵の素材ドロップ率が上昇するか。
戦後手当、戦闘終了時味方全体の HP が回復する。これはじゃあ取った方がいいね戦後手当、よーし。さあちょっとアイテムカスタムでちょっと能力値を上げたので若干強くなったかなと思うところでございますが、どうでしょうね。ちょっとダンジョンの奥深くに来すぎてしまったんじゃないかという懸念がありますが、怖いがここ入ってみようか。さあ戻ってこれるのか、どっかにショートカットはないか。ショートカ欲しいですが、ショートカ、あでもそこショートカっぽいな。そこまで頑張っていきたいね、そこの上のね。おっとモフ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 一体だったら大丈夫でしょう。サムライコちゃんが覚えたこの金エッジ、これを一回使ってみよう。クリティカル率が高いというね。さあサムライ、おっとサムライコ素晴らしい、サムライコちゃんがエースですね。これは私も侍になるべきだったか君たちは免疫の突き当たりの壁に腕一本が入る程度の小さな洞穴が開いているのを発見する。よく見るとその洞穴の奥には何か光るものが隠れているように見える。君たちはその洞穴に対してどう行動するか考える必要があると。手を突っ込む洞穴に向かって叫びましょう。ここは魔物が潜む迷宮だ。であればこの洞穴もおそらく魔物の巣窟である可能性が高い。大声で威嚇すれば魔物をひれますって有利に討伐できるかもしれないと君たちはそう考えた。これは恨めりそうだな。君たちの中からソウルが一歩前に進んでいると暗がりに向かって叫び声を上げる。ソウルちゃん大丈夫か。しかし何も起きない。どうやらこの穴の中には誰もいなかったようだ。肩透かしを食らった君たちは気を取り直して探索を続けることにする。まーっと待って、これ手突っ込んでおいたら何かアイテム取れたんだろうな。しまったな。さあツタがある、やったぞ。これでちょっとショートカットがある。一旦ちょっとね、宿に帰った方がいいよねこれね。よし、ショートカを開通しました。さあ我々のダンジョン、あいいね、これで帰れるようになったね。よーし、では一旦宿屋に戻りまして、一旦ちょっとセーブしつつ、よーし、ではちょっと宿泊させていただきますね。15円か。で手に入れた素材をね、早速売りに行きましょう。武具屋さんで売却、素材売る。はい、メディカ2が販売開始されました。テリアカアルファが販売開始されました。あ、しまったな、しまったぞなんか依頼になってたアイテム売っちゃったな。しまったな、完全に失敗しましたね。依頼品のアイテム手に入れたと思ってたのに。さて武器はビルボというのが作れるようになりましたね。攻撃力は上がるみたいですね。そして鎌系ですね。鎌系は多分我々装備できる人誰もいないですね、今の段階、今のメンバーはね。ジャベリンも今のメンバー装備できる人はいないので、いやー、やってしまいましたね。それにしてもね、盾か、盾は私が装備してもいいかな。ディフェンスがかなり上がるぞ。サムライコちゃんは盾装備できるか、守備力低いからな。まあちょっといいかな。アクセサリーはヘッドガード、頭を使う能力を制限されにくくなるソーシング。しまったな、ギルドからのその依頼のアイテムを売ってしまいましたねまあしょうがないですよね。まあそっからまたロードするわけにもいかないんで、まあまた迷宮探索開始するしかないよね。またどっかでアイテムが手に入るでしょうきっと。さあここがショートカットになっているということで、このショートカーを利用して奥に進んでいきましょう。ここですね。1階の調査を続けた君たちはこのフロアの地図をあらかた書き置いていることに気づく。これならばミッションの完了報告を行うことができるだろう。君たちは町へ戻り統治員で報告を行ってもいい。なるほど、ミッションはなんとか達成したみたいですね。次なるフロアへの階段まで来た君たちだが、大事なことを忘れてはいないだろうか。君たちは1階の地図を完成させたにもかかわらず統治員への報告を行っていない。先へ進む前にまずは統治員で報告をした方がいいだろう。なるほど、結局統治員に戻らなきゃいけなかったと。よいしょ、では統治員まで戻りましょうか。いやー、依頼されていたアイテムまで売ってしまうとは
はい、では途中に戻ってまいりましたよ。ミッションの報告。はい、珍米冒険者の心得報告します。コンプリート。さあ、どのような評価を受けることになるでしょうか。問題ありませんわ。地下1階の地図確かに書き記せたようですわね。ではこれを持って愉快な仲間たちへ正式に迷宮探索の許可をお与えいたします。おめでとうございます。とはいえここで喜んでいてはなりませんわ。迷宮の奥には地下1階とは比べ物もない危険が数多く潜んでいるのですから、これからも慢心せず探索に励まれることに期待しますわと。あ、失礼、こちらも皆様にお渡ししなければいけませんでしたわ。どうぞミッション達成の報酬です。やった、500円。おっと、経験値1500ももらったぞ。ちょっとレベルが上がりました。これはありがたい。さあ、次のミッションは特にないと。はい、聖地の地下に広がる謎の大迷宮、かの地を踏破した者は大いなる秘宝を手に入れることができるとされていますと。これは前回もお話ししてくれた内容ですね。そうなると酒場の仕事を受けた方がいいかな。この鉱石は要は採掘場に行かないと手に入れられないので、この辺がなかなか難しいですよね。ここはちょっとまた外に出てしょうがないんで、ちょっともう一回ちょっとセーブしておきましょうか。はい、ということでお金は結構いっぱい手に入ったので、ちょっとアイテム購入しちゃいましょうか。ビルボね、攻撃力ちょっと上がるので45か。ちょっと私が装備するか。ビルボはでもロードちゃんも装備できるか。ロードちゃん、そうね、ロードちゃんの攻撃力を上げたいから、ロードちゃんにビルボを渡しましょうか。はい、ロードちゃん40まで上がりました。私は攻撃力は40なので、まあ同じ攻撃力になったということでいいかな。お金はちょっと大切にしていきましょう。で、防具もちょっとね、ブレストプレートね、これがこれをつけると7も防御力上がるよね。ちょっと私もちょっと守備は強化しておきたい。装備しておきましょう。で、防御が低いのがサムライコちゃんなんですよ。サムライコちゃんは防御が低いので、ハイドアーマー装備できるかな。だが何も変わらない、装備できないですよね。この新緑の服、これは装備できる。だがあんまり上がらないよね。盾は装備できない。兜、あ、緑のかんざしめっちゃ上がるじゃないですか。じゃあこれを侍子ちゃんが装備しましょうか。で、コテも一応、靴コテの方が上がるね。よし、ちょっと侍子ちゃんの守備力をだいぶ上げさせていただきましたと。前線はちょっと守備全員上げた方がいいかな。私も38か。まあ、かんざしが守備力上がるので、かんざしを1個装備しましょうかね。はい、装備させていただきました。で、他のメンバーはロードちゃんもかんざしじゃあ持ってもらって、で、コテの方が上がるんだよね、サンダルよりもね。バックラーは装備できないよね。なのでコテをじゃあ持ってもらいましょう。これでだいぶダンジョン探索楽になったんじゃないでしょうか。報酬でもらったアイテムを防具武器ね、費やしてみました。ということで、またちょっとね、深くに潜っていきましょうか。地下1階ですが、地下2階までは多分ね、もう行ける実力があるんじゃないかなと思いますね。カスタムもちょっとしておきましょうか。私は高速拳をレベル3まで上げた後に腕封じの効果をするか、左右に拡散する近接攻撃をじゃあ打てるようにしましょうか。
そしてロードちゃん、ロードちゃんは、ロードちゃんはね、守護者のエンジンをじゃあもう一回あげ、もう一ポイント上げて、で、サムライコちゃんはこの金エッジをもうちょっと強くしてもいいかな。金エッジレベル3で敵全体にいけるので金エッジをもう一ポイント振っておきましょう。じゃあ魔女子ちゃんはここに振りまして、でヒーラーちゃんですね、僧侶ちゃんはどうしようかな。ラインヒールまで頑張って覚えてほしいよね、僧侶ちゃんね。まあ、TP ブースト白式でもいいんですけどね、これね、敵の素材ドロップ率が上昇する、これは結構いいかなって思いますけどね。ちょっとこれは1個入れとこうか。うん、よし、じゃあこれでいきましょうか。だいぶ強化してだいぶ楽になったんじゃないかなと今勝手に思っておりますが、さあ地下2階に行きますよ。地図は完成させる必要は特にはないんですけど、まあ今後そういう依頼がないとも限らないので、一応探索はしておきましょう。さあ巨大な影と対峙した広場にやってまいりました。こちらの敵は強いんじゃないのか。ここは通ることはできないショートカットですからね。だんだん分かってきましたね、そのこのゲームのね、仕様がね。さあ私ちょっとドキドキしております。地下2階に来ても良かったものかどうか、敵が強いんじゃないかと。さあこちらのショートカットは抜けることができるでしょうか。あと白狼、なんだこれは。左右に拡散する近接斬攻撃、うん、まあ、これちょっと打ってみましょうか。ロードちゃんもちょっと強くなったの で金エッジね、で魔女子ちゃんもファイヤーボール打って、ソウルちゃんは攻撃だ、これでいけんじゃない。一手だったらいけるでしょ。60ダメージ、おっと強いぞ。あっとテリオン、ちょっと待って、めっちゃ強いじゃん白狼。ちょっと待って、思った以上に強いぞ。さあ金エッジ、まだ地下1階を探索しなきゃいけないレベルだったか我々は。めっちゃ強い白狼。さあ経験値は210ももらえました。まずいですよ、まずいですよ。我々のちょっと常識を超える強さを発揮してきましたね、白狼さん。いきなり、さあヒーリングの回復量が高いぞ。さあ地下2階、あっと新たな階層に足を踏み入れた君たちは扉をくぐった先の小部屋で立ち止まる。小部屋の中央には君たちが今までで見たこともない強大な魔物がいた。魔物がなす威圧感に圧倒されていると、そんな君たちの背後から鋭く警告する者が現れた。おい、何ぼーっとしてんだ、あの魔物が見えてねえのか。厳しい顔をする剣士風の男は君たちの顔を眺めると、何か思い出したように口を開く。お前ら愉快な仲間たちだろ、トーチンでミッションを受けてるの見たぜ。俺はデレク、冒険者だ。まあお前らの先輩ってとこだな。そう名乗った男は目の前の魔物を親指で指し示すと、真剣な口調で君たちへ話を続ける。記憶は知らねえかもしれんが、メキにはああいった強力な魔物があちこちに徘徊してる。一流冒険者でもやるかやられるかってレベルの魔物だ。お前らじゃあまず勝ち目はねえ。死んだくなかったらあいつらには手を出さずうまくやり過ごすんだな。迷宮内で死人できる敵を FOE と呼びます。 FOE はフロアで出会う他の敵と比べ圧倒的に強い力を持ちます。初めて見た FOE は戦わず回避することをお勧めします。相手の動きを観察すれば戦わずにやり過ごすことが可能です。どう動けばよいか考えて行動しましょう。じゃあ俺は戻るぜ、町に連れを戻すって伏せているんでな。くれぐれも気をつけるよと君たちに最後に念押しをすると、デリックは背を向けて去っていきました。彼の言葉は心に留め、君たちは魔物の徘徊するフラを注意して探索することにします。さあどうする、 FOE さん。あっと、なんでだよ、勘弁してくれ。急に出てきたって目の前に、うわーびっくりした。これちょっと無理だ、ちょっと怖いね。ここ F って出てるね、 FOE。 ちょっとね、まだ地下1階はもうちょっとレベル上げた方が良かったか。
ちょっと地下1階にもう1回戻りましょうか。我々はでもここのマップはね、全て埋めてると思うんですが、どっか埋めてないとこがあるのかな。多分埋めてると思うので、一応もう一回確認のためだけ歩き回りましょうか。さあ敵は出てこないですが、経験値おきっと来ましたね。まあここの敵ぐらいはもう倒せるように、楽勝で倒せるようになってると思うんですが、さあ行きましょう。さあクリティカルヒット69、殺戮発動しました。おお、モフモフはそんなに強くない。グラスホッパー50、しかしやはりダメージ受けるね。効率は僕買ってあげてないもんねまあそれはダメージ受けちゃうよね。お、強いぞ。さあ経験値130か。まあここで130だったら、まあまあまだいい方かな。あの白狼で200ちょいぐらいでしたもんね。結構戦闘苦労して200ぐらいだったんで、それだったらまあ別にね、戦闘苦労せずに戦える地下1階の方がマシですよね。さあゲイザー採取ポイント、はい、褐色の根茎。よし、1日1回っていうのはこの世界での1日のことなんですねなるほどなるほど。さあ金エッジを打って、だいぶ我々のパーティーも強くなったので、ここの地下1階の敵だったら苦労はしないはず。うん、ダメージもほとんど受けなくなったね。6しか受けなかったもんね今ね。あんだけダメージ受けてた侍子ちゃんのダメージ量が減りましたね。そして回復はしなくても、戦闘が終わったら勝手に回復するので、トールちゃんのスキルのおかげでね。さあ採掘ポイントはしっかり取っていきたいとこだが、トレジャーかこれは。採掘ポイントにしっかりこうね行きましょうかね。さあここを通っていくと、あっと来ました採掘ポイント。モフモフ一体、よいしょ、経験値50。さあ採掘をしておきましょうね。ほい、よし、鉱石手に入れましたよ。おっと、結構いっぱい手に入れられましたね。この鉱石はミッションでこう引き渡しされるものになりますので、これはしっかり渡していきましょうかね今回はね。さあダンジョンから出ることができますが、地下2階には一応ね行った方がいいかもしれないですが、一応コットちょっと上がって宿屋に入って、そのミッションだけ受けて、お金をねちょっと報酬だけもらっていきましょうか。はい、では酒場に入り、依頼を受けましょう。町大工からの依頼ということ。あ、なんか依頼が増えてる。薬草調達依頼、町の薬剤師からの依頼で薬の材料になる座禅草が不足しているため一つ集めてきてもらいたい。あの子の笑顔のために、幼い頃から飼っているペットが亡くなりずっと落ち込んでいる妹を励みましたい。誰か迷宮に生えている花を3つ花を手に入れてくれないかと。あー、花か、花ね。とりあえず町大工の依頼をまずこなしましょうか。それは町大工が仕事に使う鉱石を発掘してきてほしいって依頼だねと。採掘のやり方を知ってる？迷宮にはいくつか素材が取れる場所があって、そこで採掘をするんだよ。まあ戦闘に必要ないから簡単でしょう。素材が手に入ったらここに持ってきてねということで、手に入りました。報告しましょう。はい、コンプリート。はい、オッケー、これでこの仕事は完了ねと。そういえば迷宮で取れる鉱石や植物はお店で高く売れるんだって、他の冒険者が話していたっけ。君らもお金に困ったりしたら迷宮で採取を頑張ってみるといいかもね。お金に困ってるよ今じゃあこれがお仕事の報酬、よろしくねということで。おっと、経験値が手に入るのか。これはありがたいな。これ結局何が必要なのかな、冒険の準備ね。これね、ちょっと一応聞くだけ聞いてみようか。それを受ける工房のおじいちゃんからの依頼ね。おじいちゃん、ファブニールはこの町で装備や道具を売ってる人だよ。分かってる、もう合ってるかな。依頼内容はその装備の素材を持ってきてほしいってものだね。その素材があれなんだっけ。あはは、悪いけどおじいちゃんに直接聞いてもらえるかな。なるほどね。じゃあちょっと行こうか、ブグ店にね。ちょっとちょうどね、
防具も買いたかったので。おぬちらいらぬ件で来たのかな。ふむ、そうじゃったか。実はおぬちらが持ってきた素材で必要なものは揃っていたんじゃ。最近忘れっぽくていかんの。二度手間になって悪いんじゃが、依頼は完了ということで報告しておいてもらえるかの。あ、やった、もう依頼完了したのか。やりました。ということで酒場に行って依頼を報告しましょうか。やりました、緑のかんざし。緑のかんざし買っちゃってよみんな。おう、工房からの依頼が終わった。お疲れさん。あそこの工房の道具は質が良いって冒険者の人がよく言ってるんだ。冒険を続けるならこれからもお世話になると思うから仲良くしておくといいかもね。はい、緑のかんざしを手に入れました。そして経験値、これが欲しかったんです私は。さあやりましたね。ではちょっとこの経験値でカスタムしていきましょうか。これだけのレベルがあったらだいぶいけんじゃないかな。敵一体に2回の属性攻撃をするためにアームスラップですね。これも腕封じの効果ね。これもちょっと覚えておきましょうかね。はい、じゃあ私はこれ覚えました。ロードちゃんどうしような。このね、激励に振ってしまったのは非常にね、こうもったいなかったなと。強化がかかってる他の味方の HP って強化かけることあんまないからさ。まあやっぱり HP ブーストにするか TP ブーストにするか。まあでもちょっとやっぱこの HP ちょっと上げとこうかな。ロードちゃんちょっと打たれ弱いし。サムライコちゃんはまあ金エッジを3にしたら覚えれるかな。敵だ、全体攻撃いけるので金エッジ3にしてオーバーキラーを次覚えましょう。うん、まあ魔女子ちゃんはまあひたすらこれをね全部3に上げていくしかないよね。で僧侶ちゃんは、僧侶ちゃんはどうしようかな。交代ね。白色戦、あ、戦後手当もうちょっと上げようかな。戦闘終了時のね味方全体の HP ね。じゃあこれを上げて、でじゃあ武器屋さんで防具をちょっとね買っていきましょうか。手袋とはみんな、あ、でも一応、あ、持ってないよね。後列2人持ってないから、後列の2人のために手袋を2つ買ってあげましょうか。おいと。で僧侶ちゃんも手袋を買って、で緑のかんざしは1個手に入れてるから1人分だけ買ってあげようか。でよいしょ。でステータスかな。ステータスで魔女子ちゃんが防具を持ってないので、ここに緑のかんざしを入れて、よし、これでかなりダンジョン深くまで潜れるようになったんじゃないかな。ということで、よいしょ、宿屋に戻りましてセーブいたしましょう。はい、ということでですね、今回はですねここで終了したいと思います。地下1階を攻略させていただきまして、地下2階に行くとなんとですね、強力なよくわからない強い敵が魔物を、ダンジョンを徘徊しているということで、その動きを読んで、それを避けていけということで、いや非常にですね、やりごたえのあるゲームになってきたかなと思っております。これ多分ねスマホかなんか他のゲームに移植されたかわからないですが、フリーゲームのクオリティじゃないなって今ちょっと思っております。ということで、今回はここで終了したいと思います。また次回のね動画でお会いしましょう。あとチャンネル登録、グッド評価等よろしくお願いいたします。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。